さんこんにちは。鴨の橋プロジェクトで共同代表をしております村田です。今日は皆さんに子どもが産まれる問題について知っていただきたくてお話をします。子どもが産まれる問題というのは、貧しかったり騙されたり誘拐されたりして子どもたちが売春宿に産まれて働かされている問題です。私は大学生の20歳の時にこの団体を作って、この問題をなくしたくて16年ほど活動しています。で、なんでわざわざ団体を作ってやっているのかといいますと、一人の女の子と の話を聞いたのがきっかけでした。大学で海外支援を勉強してたんですが、その時に授業の中で実際の売られた被害者としてミーチャという女の子の話を聞きました。この女の子はミャンマーの貧しい農村で暮らしていました。お母さんはすでに病死していて、お父さんは障害があって働けませんでした。たくさん兄弟がいるうちの長女が彼女だったので、働き手として期待されました。農村には仕事がなかったので、12歳だった彼女は都会に行けば子守りの仕事があって、大好きなお父さんや家族を助けることができるよと聞いて出稼ぎに出ました。ところが子守りの仕事だと聞いていたんですが、実際はそこは売春宿で、騙されたっていうふうに気づいても逃げ出すことができずに、鍵のついた部屋に監禁されて、毎日殴られながら10人近いお客さんを強制的に取らされました。結局エイズを発症しました。そして NGO の人に保護されて、彼女はそこで医療を受けられたんですが、すでに末期症状で余命が数ヶ月という状態になっていました。彼女は日本から来た新聞記者の人にこういうふうに言ってます。私には本当は夢があって、学校っていうところに行って勉強っていうものをしてみたかった。もし勉強できたら警察官になって悪いやつらを捕まえるから、そういうふうに言っていたんですが、彼女は結局夢は叶わず、たった20年という短い人生を終えることになりました。で、私がその話を聞いた時19歳で、ほとんど年齢が変わらなかったんです。私はたまたま日本に生まれたので大学教育を受けて、のうのうと生活をしていたんですが、一方でほぼ同い年の子が全く教育を受けることなく亡くなっていました。この子が売られてきた金額、日本円でたった1万円でした。この金額しか彼女のお父さんは受け取ることなく、そして12歳の時からありとあらゆる虐待を受けて亡くなりました。こういった子どもたちが世界中に100万人もいます。で、本当にこんなにひどいことがあるのか、皆さんもそう思うと思うので、実際の映像をご紹介します。これはカンボジアの売春宿の中の映像なんですが、実際に行ってみると6歳や9歳の子どもまで売られています。この子たちは実際の被害者で、1回あたり30ドルで大人相手に売春をさせられています。誘拐されたり騙されたりして監禁されて、そこでアイロンの熱を当てられたり電気ショックを与えられたり殴りつけられたりしながら働かされています。その子たちの多くが虐待死したり、それから自殺で亡くなったり、エイズなどの病気で亡くなっていきます。これは児童労働の中の最悪の形態の児童労働と言われていて、子どもの心と体を最も傷つけるものだと言われています。で、これをなくすために団体を作って、大学を卒業した後カンボジアに行ってゼロから授業を始めました。この問題を解決するには、売らせない活動と買わせない活動が必要です。売らせないようにするために、農村の貧困層の大人に仕事を作りました。雑貨工房を経営して、そこで最貧困層のお母さんとお姉さんのみを受け入れて働いてもらっています。なぜかというと、売られてきている子どもの多くが農村の母子家庭や親がいない世帯から出稼ぎに出ている貧しい家庭の子どもたちだからです。なので、大人に仕事を作ることで安定的な収入が入ってきて、子どもは危険な出稼ぎに出ることなく教育を受けられるようになっています。そしてもう一つ、買う人を減らすことです。一番のネックは、警察が加害者逮捕ができていないことでした。例えば10歳の女の子が外国人のお客さんとホテルに入っていても、まさか児童買春だとは思わないので調べられていませんでした。見逃されている被害がたくさんあります。そして、売春宿を摘発した時に、被害者の子は間違って逮捕されていました。虐待を受けながら働かされていた子が警察によって捕まって、悪いビジネスをしていた人として牢屋に入れられていました。被害者を保護して加害者をちゃんと逮捕するように、警察の意識と能力を上げるトレーニングを行いました。で、カンボジア政府と協力をしたり NGO と協力をして、こういうことをやってきまして、年間の逮捕件数というのは9年間で9倍に増えました。それによって海外から子どもを買いに来る人が減り、明らかな子どもを雇っている売春宿が減りました。
その結果、今ではほとんど被害者が出ていない状態になっています。どの陪審宿に行っても明らかな子どもが出てくることはないですし、保護施設に行っても未成年の子どもで陪審をさせられていた子どもが保護されていることがほとんどなくなりました。この15年間でカンボジアの状況は劇的に改善しました。問題はもうなくなりました。政府が法律を作り、警察が加害者を逮捕し、そして 7% ずつ経済成長して貧困層の数もどんどん減っています。危険な出稼ぎに出る子どもたちが減って、たった15年で問題解決に向かいました。これはいろんな立場の人たちが協力をしてくれたおかげです。で、私が団体を作った時はたくさんの人が、それは不可能だよ、20歳の小娘が来たところで一体何ができるんだと、君が還暦を迎えた頃にようやく解決するかもしれないけど、40年50年かかるんじゃないかと言われていました。でもたった15年で海外のひどい問題も解決しました。なのでちゃんと取り組んでいけば解決するんだというふうに感じています。で、次に状況がひどかったのが南アジアのインドです。こちらにはまだ被害者がたくさんいて、一度被害に遭ってしまうと社会復帰が難しくなっています。なのでインドで活動を広げて、こういう状況の子どもたちを世界中でなくしていきたいと思っています。それを支えているのが日本の皆さんです。少しずつたくさんの人たちが応援してくれています。ぜひ我々の活動に助言をいただいたり、それからこういう課題があるということを実はあまり知られていないので、ぜひ広めていただきたいです。そして寄付で支えていただきたいです。法人の協賛は30万円から受け付けています。で、そして7500人の月々1000円ずつの寄付をしてくださる方が支えてくださっています。ぜひ皆さんにもそのお一人になっていただきたいです。私たち気づいた人たちが行動することで、この問題は解決できます。ぜひ応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。